アイテム番号、SCP-59。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、単独の SCP-59 標本をサイト 11B にて劣化ウラニウム、チタニウム、スズ、鋼鉄、銅、アルミニウムからなるグレード B 積層板遮蔽箱の中に留め置いてください。SCP-59 収容箱の周囲は 7×7×7 メートルの範囲をレベル4バイオハザードエリアとして封鎖し、3センチメートルの鉛防壁で囲みます。このエリアには毎日、SCP-59-1 の反応を妨げるためにイソチオシアン3メチル溶液を散布してください。SCP-59 の影響を受けたエリアに入る職員は適切なバイオハザード防護装備、それと K-59-B 型放射線遮蔽装備を身につけるよう注意してください。15分を超えてエリア内に残らないようにしてください。放射線遮蔽は部分的にしか有効ではありません。SCP-59-1 の新種が野生環境で発見されたなら、原因となっている SCP-59 標本を除去し観測された SCP-59-1 すべてを焼却することで収束すべきです。地下での大規模新種は燃料、空気、サーモバリック、爆薬により無力化するのが最善です。さらなる SCP-59 の標本が実験のために必要ということはありませんから、温度1万K のプラズマ放電での焼却のためにサイト 11B に移送すべきです。説明。SCP-59 は由来不明の放射性鉱物であり、一見怪獣石に似ています。SCP-59 の構成要素は別の宇宙に由来するものであり、その特異な性質の原因であると信じられています。アルファ、ベータ、ガンマ線に加え、SCP-59 はこれまで知られていない型の放射線を発しますが、それは明らかにこの物質特有であり、試しに、デルタ線、と名付けられています。デルタ線はチェレンコフ放射を伴い、青い発光として目視できます。デルタ線は標準放射線遮蔽では部分的にしか収容できませんが、高密度金属層を付加したグレード G 積層板遮蔽を用いることで最も良い結果が得られました。これによりデルタ放射の有効範囲をおよそ20メートルからおよそ6メートルにまで減らせます。あるエリアが15分より長い間デルタ線にさらされると、未知の種の菌類、SCP-59-1 とします、が放射線にさらされた任意の表面で育ち始めます。この菌類は通常の栄養は何も必要としませんが、デルタ線源から離されると24時間以内に死にます。SCP-59-1 それ自身が放射性ですが、デルタ線は発しません。しかしながら、臨界量、およそ、kg/m/3 の SCP-59-1 の成長を許したなら、SCP-59 ではない未知の源よりのデルタ線がそのエリアに出現し、SCP-59-1 の成長を支援します。興味を持った読者は、博士に、時空間応力及び非現実合併に関する彼の理論について尋ねても構いません。18時間以内に、感染した物体は透明になり始め、おそらくはデルタ線の源となっている宇宙へと消失することになります。それからそのプロセスは SCP-59-1 が新たな物体に感染して継続します。SCP-59-1 は生体と非生物のどちらにも侵襲します。SCP-59-1 の侵襲を受けた人間と動物は電離放射線の作用に対し免疫を持つようになりますが、どんどん SCP-59-1 に取り込まれ、最終的には全ての組織は育った菌類にとって変わられます。一般には暴力的ではないものの、侵襲を受けた者は影響を受けていない人々を SCP-59 に暴露しようと試みることでしょう。SCP-59-1 の侵襲は直接には伝染しないようであり、ただデルタ線との接触のみにより拡散します。しかしながら、SCP-59-1 への長期にわたる暴露について、それをバイオハザードの一種、あるいは同様に基地の放射能災害の一種、と明らすことを除外するような試験は十分にはなされていません。侵襲を受けた者のうちまだコミュニケーションを取れる者は、SCP-59-1 に完全に覆われた世界を見ている。そこは表面は SCP-59 からなっている世界だと述べます。これが幻影であるのか、それとも SCP-59 の源を覗き込んでいるのかは判然としません。非紳士勇者派一般に自分の状態を喜んでおり、しばしば、青い光の楽園の中の存在に言及します。SCP-59-1 は大抵の防火備材の影響を受けますが、SCP-59 が存在する限り申請は続くこととなります。
初期段階にある人体への SCP-59、一侵襲はグリセオフルビンにより治療できることもありますが、治療の 90% は放射能汚染により死に至るものとみられます。治療を受けた者は放射能への免疫を失い、治療の前にすでに受けてしまっている放射線照射量はもはや致命的なものとなっていることでしょう。後期段階の治療は試みるべきではありません。なぜならあまりに多くの組織はすでに SCP-59-1 に置換されているだろうからです。データ削除。治療に失敗した者の遺体は SCP-59 の射程の外に留め置くべきです。さもなければ、データ削除。SCP-59 は8箇所の異なる地下から発見され、5000km もの範囲に散らばっています。その現れ方にパターンは見られません。標本には大きさについて1、10kg までの幅があり、その発見地域での岩石組成の一部とはなっていません。ほい。博士は収容された SCP-59-1 コロニーから発せられる放射のパターンを記録分析し、そして、SCP-59-1 は知性を持っており、放射線発信をコントロールしてコミュニケーションを行おうとしているかもしれないと思っています。この、言語、を分析しようという最初の試みにより明らかになったのですが、データ削除。